今日はプロ野球ファンの投資家さんも必見、リバウンドが期待できそうな阪急阪神ホールディングスの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。今回の授業はプロ野球ファンの投資家さんにはぜひご視聴いただきたい阪急阪神ホールディングスの株価見通しがテーマです。阪急阪神ホールディングスはグループに株式会社阪神タイガースを抱える企業です。今年の阪神タイガースは前半戦を48勝33敗3引き分けと首位ターンしています。ちなみに2位の巨人とは2ゲーム、そして3位のヤクルトとは 2.5 ゲーム差となっています。パリーグは阪神と同じく関西圏が本拠地であるオリックスバファローズが首位ターンしています。今年の日本シリーズは関西ダービーが実現するのではという声も上がってきています。もし阪神タイガースが優勝すればご祝儀相場が狙えますので、プロ野球ファン、特に阪神タイガースファンの投資家さんにはお勧めしたい話ということではありますが、現在阪急阪神ホールディングスの株価は年初来安値圏となっています。リバウンド期待の銘柄を物色している投資家さんにもぜひ知っておいていただきたい銘柄です。そして阪急阪神といえば J リートの阪急阪神リート投資法人があります。 J リートが再び脚光を浴びつつありますし、数少ない関西系の J リート銘柄ということになりますので、こちらも要チェックです。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。阪急阪神リート投資法人の概要、そして株価見通しについてもお伝えしていきます。阪急阪神ホールディングスは2006年に発足しました。阪急電鉄、阪神電気鉄道、阪急交通社、阪急阪神ホテルズといった企業を中核とする純粋持ち株会社です。阪急電鉄は1907年に創立されました。1910年に鉄道の営業を開始、同じ年に土地建物分譲事業を開始します。1913年には宝塚昇華隊を結成します。翌年に宝塚歌劇の第1回公演を行いました。その後宝塚ホテルや阪急百貨店を開業、1948年には航空代理店業を開始します。阪急電鉄の総営業距離は 143.6 キロで、京阪神間を結ぶ鉄道事業を主力として、1947年から1988年にはプロ野球阪急ブレーブスを運営するなど、関西圏の私鉄の雄として事業を拡大しています。阪神電鉄は1899年に摂津電気鉄道として設立されました。1905年に鉄道の営業を開始、1909年に土地建物賃貸業を開始します。1924年に甲子園球場を開設、1935年に阪神タイガースの前身である大阪タイガースが発足します。1940年には阪神マートが開業、1948年に航空代理店を開始します。1967年にはホテル阪神の営業を開始します。営業距離 48.9 キロで、阪神間の鉄道事業を中心に阪急電鉄と同じような歩みで現在に至っています。阪急阪神ホールディングスは鉄道を中心とする都市交通事業を軸に、不動産分譲、賃貸事業、プロ野球や宝塚歌劇、ホテル旅行などのレジャー、コンビニなどの流通事業も展開する関西の巨大グループ企業です。続いて阪急阪神ホールディングスの直近の決算内容を解説します。2021年3月期連結決算の発表なんですけれども、売上高は5689億円、前期比 25.4% 減、営業利益は20億6600万円前期比 97.8% 減、純利益は367億200万円の赤字ということで、前期から赤字転落となっています。セグメント別で見ていきますと、旅行事業は海外ツアーがなく、前期に特損計上した人件費などが戻って採算が悪化しています。一方、事業の柱の鉄道は下期に旅客が増えたそうです。そして阪神タイガースの観客動員が想定以上だったこともあり、当初の見込みより赤字額は減っています。2022年3月期については、鉄道が定期定期外ともに利用者が戻ると想定しています。不動産事業は分譲マンションの販売戸数が増加、阪神タイガースの試合数や宝塚歌劇の公演回数も前期より増加します。通年通りの水準までは届かないものの、前期からの大幅増益を見込んでいます。
現在、新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛ですとか、プロ野球など入場制限が続く事業もありまして、収益面は回復途上であることが否めません。しかし、阪神電車に乗ると、駅や車内で、甲子園球場に駐車場はありませんというポスターをいろんなところで見かけるように、阪神タイガースを観戦する人の多くが阪神電車に乗る仕組みを作っています。コロナ禍を脱出すれば、その他のレジャー、ホテルの需要も回復することで収益面は戻ってくると予想します。直近の話題ですと、ホテル事業の収支改善へ向けて、2021年から25年度の間に7つのホテルの営業を終了すると発表しています。好立地の大阪新阪急ホテル跡地は再開発するとのことです。続いて、阪急阪神ホールディングスの株価見通しについてお伝えします。まずは週足チャートを見ていただけたらと思うんですけれども、コロナショック以降はおよそ3200円台から3800円台でのボックス圏での動きが続いています。まあ、JR 各社の株価の動きと比べますと、もうこのようなボックス圏での動きが続いていますので、非常に分かりやすい動きを繰り返してきています。まあ、そのため売買のタイミングを測りやすい銘柄の一つだと思っています。阪急阪神ホールディングスの動画撮影日時点での株価は3375円で、年間配当金は50円を予定しています。よって年間配当利回りは 1.4% となります。阪急阪神ホールディングスは株主優待制度を行っておりまして、株主優待乗車証とグループ優待券となっています。株主優待乗車証の内容なんですけれども、基本的には阪急電鉄そして阪神電鉄の乗車カードが受け取れるということになります。100株で2回ということですので、まあ、往復分乗ることができるということなのかなと思います。そして200株で4回分ということで2往復という形になります。そして株数が中途半端なんですけれども、480株で4回乗車カードが3枚受け取れる形になっています。そして1000株、2000株、6200株、9800株といった形でどんどん優待内容が拡大していく、こんな形になっています。グループ優待券の内容なんですけれども、ホテルや旅行、グループが運営する施設の割引と甲子園歴史館や宝塚歌劇の殿堂の入館が可能となっています。これらがそれぞれ年2回受け取ることができます。電車の乗車カードですとか、まあ、施設の優待という形になってますので、関西圏に住まわれている方はもちろんそうなんですけれども、旅行や出張で関西圏に行く機会、特に大阪、兵庫、この辺りに行く機会が多い方にとっては嬉しい株主優待の内容だと思います。阪急阪神ホールディングスの収益面は回復途上ですので、現在の株価水準で PR136 倍、まあ、ここだけ見ると割高のように見えますけれども、 PBR は 0.9 倍と割安水準になっています。同じく私鉄で比較していきますと、関西を基盤とする近鉄や関東を基盤とする東急、京浜急行電鉄、そして小田急電鉄と比較しても割安な水準と言えます。それだけ阪急阪神ホールディングスが優良な資産を持っていて、財務基盤もしっかりしているということになります。こういった形で比較しますと、 PBR が割安に移る3200円台に落ちると反発して買われやすくなるというのは頷けるような気がします。新型コロナの話題が国内で広まっている間は大幅な反発は期待できないかもしれないんですが、下値の目処と思われる3200円台というのは思い切って買っておきたい水準と言えます。なんといっても関西圏では2025年に大阪万博を控えていますので、インバウンドも含めて大きな恩恵を受ける可能性があります。まあ、コロナ禍を抜けた後は大阪万博に関連する話題の追い風を受けそうな気がします。まあ、ボックス圏の高値である3800円台で一度売るのもよし、まあ、勢いづいて突き抜けそうだという確信を持っていければですね、ホールドしてコロナショック前の水準である4000台半ば、ここで売るのも良しだと思います。そして今日はおまけということで、阪急阪神リート投資法人の概要、そして株価見通しについてもお伝えします。まず2005年10月に上場しているんですけども、この時点では阪急リート投資法人という名前だったんですけれども、2018年9月にスポンサーグループの不動産部門再編に合わせて阪急阪神リート投資法人に名称を変更しました。現時点で保有する物件数は31となっています。
投資対象は商業施設に軸足を置いておりまして、ポートフォリオの約7割を商業施設とホテル施設、そして残る3割はオフィス物件となっています。地域別ではスポンサーのお膝元である関西圏が7割強を占めています。ということで地域特化型 J リートと言えると思います。ちなみに JCR から AA-、R&I からはシングル A プラスという格付けを取得しています。阪急阪神リード投資法人の動画撮影時点での株価は171,200円で、年間分配金は5,969円の見通しです。よって分配金利回りは 3.4% となります。分配金利回りは可もなく不可もなくという内容だと思います。株価については戻り歩調を強めてきておりまして、もう少しでコロナショック前の水準まで戻るという状況です。先ほどお伝えした大阪万博開催によって、大阪に国内外から人が集まることで恩恵を受ける J リートだと思います。商業施設やホテルを多く保有していますので、稼働状況や家賃の上昇に期待が持てます。大阪万博関連の話題が出てくると株価はさらなる上昇が期待できると思われます。阪急阪神ホールディングスの今後の懸念材料は、鉄道など交通インフラを主力事業とする企業に共通し得ることなんですけれども、日本の少子高齢化に伴う人口の減少です。公共交通機関を利用する人が減れば、その分運賃の収入は減っていきます。阪急阪神ホールディングスの場合、大阪、兵庫、京都といった人口が減少するリスクは当面あまりないといえる鉄道網なんですけれども、注意が必要です。外国人観光客などのインバウンド需要があるじゃないかと言われるかもしれないんですけれども、インバウンド需要に頼っていると、今回のような新型コロナウイルスの感染拡大といったことがまた起きたとすると、それは事業のリスク要因となってしまいます。このような想定外の事態が起きて人の動きが止まってしまうというのが、阪急阪神ホールディングスにとっての最大のリスクだと思います。今日の結論。阪急阪神ホールディングスの株価はこの1年ボックス圏での推移が続いておりまして、現在はボックス圏の下値の目処と思われる水準まで下落しています。新型コロナ関連の話題が尽きるまではこのボックス圏での動きが続くかもしれません。阪神タイガースのご祝儀相場に期待するのもよし、株主優待や配当金を期待しながら、コロナショック前の水準である4000台半ばの水準までリバウンドを期待するのもよしと言える銘柄だと思いました。今日はプロ野球ファン、特に阪神タイガースファンの投資家さん必見、リバウンドが期待できそうな阪急阪神ホールディングスの株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。